あ、待って、止まんない。止まんない、止まんない、止まんない、止まんない。あれ、なんで？あ、スタミナがない。いけ、そういう気だ。当てろ。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。楽しい。激流ススイッチ。一度だけ使用できる。めっちゃ重要やん。保護者に見守られながらモンハンしてるけど、俺。授業参観か、これ。俺、何すればいい？俺、あー、痛い。あ、やばすぎる。やばすぎる。やばすぎる。いけ。めっちゃゴミやん。教えてくれよ。あ、ちょっとやばい、落ちたし。厄介なことが起きたわよ。シュレイド地方のハンターズギルドから急ぎの仕事が舞い込んできたの。ラオシャンロンが同地区を進行中らしいの。予想ルート上には人里もたくさんあるわ。ラオシャンロン来た。俺、ラオシャンロン初めてやるんだけど、砦のボーリング戦っていうのは普通普段の回とはちょっと勝手が違うわよ。気をつけてね、今。いや、マジでやったことない。初見です、ラオシャンロン。きっと。いや、でもこんななんかリオレースみたいな色してんだ、こいつ。ローザン流、ラオシャンロン来た。ラオシェンロン来た、ラオシェンロン。きっと。これ何すればいいの ?35 分しかないぞ。意外と時間ないね。これ、とりあえずアイテム全部もらっていいか。とりあえずアイテム全部もらっていいか。何これ？オータル爆弾。バリスタの弾とか。何すればいいの？とりあえず。てか、マップ意外とシンプルだな。こんなシンプルなんだ。1と2しかないよ。とりあえずついていこう。これ何？戦えんのかな？これ普通に。やったるわ、こいつ。1?2 の ?3。1?2 の ?3。いけ！聞く聞く！砲弾爪？砲弾っていうのがあるの？これ普通に殴れるよ、でもこいつ。殴んない方がいいの、これ。他にやることあるんだとして。わあ爆弾が砲弾爪って。あ、なんかやってる。なんかやってる。俺もやろう。これ？これで？わあ、大砲弾を入手した。うわ、まさかこれ入れるんじゃないですか？さては。え？入んない。え、入んないよ。え？これ？あ、これか。え？俺なんかすることある？これ。あ、間違えた。あ、わかった。こう。あー、待って。あ、そういうこと？あ、そういうことね。あ、わかったわかったわかった。え、でもさ、ラオシェンロンいないじゃん、ここに。これ移動できそうだよね。移動できそうだよね、これ。あー、なるほどね。ここに来たら、狙撃すればいいよね。任せろ。ここに来たら、いい感じのところでこれを撃てばいいんだ。なるほどな。分かってきたぜ。これ、当たるでしょ。当たっていく！え？一気にめっちゃ消費されたけど。一気にめっちゃ消費されたよ。いけ！当てろ！ドカーン。うわ、やばい、楽しい。ちょっと待って。これ、砲弾つめつめして、またやればいいんでしょ。やばい。俺、この係になるわ。今日からクラスインこれにしよう。砲弾積んで砲弾当てる係にしよう。これで、ムーブできるんだよね。あー、やっぱそうだ。そうだ、そうだ、そうだ。で、これで、撃って当てるみたいな。そういう感じ？外したね。あ、待って、止まんない。止まんない、止まんない、止まんない、止まんない。え、止まんないんだけど。え？止まんないんだけど、これ。止まってほしいんだけど。え、止まんない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 。止まんない、止まんない。あ、いや、もうそんな次のポイントまで一気に行っちゃう感じなんだ。そういうこと？なるほどな。え、でも、ラオシャンロンなんか、別になんか、強いとか強くないとか、強くなさそうだね、こいつ。なんか攻撃してくるのか。とりあえず、つめつめして。お、左側戻っていいんじゃね？ちょっと戻ってみよう。戻って、痛い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 。戻って、いけ！そういう気だ！当てろ！やばい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 ！やばいやばいやばい！楽しい！これでもちょっと途中で止まってくれない？この、これ途中で止まれないね。このトロッコ。途中で止まれないね。このトロッコ。え、これ何？トロッコ最強ひょっとして。強いのかなこれ。パッと見めっちゃ効いてる感あるけど、弾詰め詰めしないといけないんだね。でも基本こいつと並走してれば良さそうだよな。いい感じのところで止まってくれ。あ、いい感じのところで止まってくれそうだね。おいよ、当てちゃうよこれ。絶好の砲弾スポットやん。え、これさ、マジで。
これ一人だったらどうやっちゃうのこれ。一人でこれたまたまつめつめしてさ、こいつと並走して、多分ギリギリみたいな感じなんだろうな。いや、やばい。ちょっと楽しくなってきたな。もうガンガンこれ3発詰めるごとに当ててった方が良さそうだな。いいね。なんかめっちゃ効いてる感あるぞ。てか仕事してる感あるのがいい。これ上こんな普段何の役にも立たないこのエマエマが、あ、なくなった大砲の弾。おーおーおー、俺がちょっと役に立ってる感があるのがいいわ、このゲーム。あ、大砲の弾なくなっちゃうからあれなんだ。え、ないじゃん、全然大砲の弾全然ないぞ。ちゃんとこれ綺麗に回収しなきゃいけないんだ。なんかミニゲームみてえだなミニゲームみてえだな。これめっちゃ大変やん。これかけり虫、かけり虫欲しい。これピューンっつって飛んできたよな、このアイテム持ってるじ。あれなんで？あ、スタミナがない。あ、最悪。ここは何なんだ。居留法が使用可能になった。居留法って何？あれ？ナルハタの時に撃てるあれ？ナルハタの時にレバー引いたら2000ダメージぐらい入るやつ。あれ？破竜法か。あ、笛じゃん。っていうか、バリスタの弾。バリスタもある。バリスタ使っていく？バリスタも使えるんだ。面白い、普通に。ラバシャノの初見だと。倒すか、とりあえず俺、こいつ。こいつ何？頭効くかな？ 1?2 の ?3。おい、ブレイブ状態になっていく。これからの新タメギリングでね。やばそう、やばそう。うわぁ。1?2 の3。高速タメギリ。投げ払い。痛すぎ、ちょ、ちょ、ダメージ痛すぎ。ダメージ痛すぎる、これ。ちょ、痛すぎる。ちょ、怖い。あー、ごめん。ダメだ。俺は戦っちゃいけねえ、あいつと。百竜夜行よりおもろいやん、普通に。え、あ、待って。あ、あるんだ、ここに。ここにあるんだ。まさか。あるじゃん、ここに。そういうこと？はいはいはい。ここにあるんだ、大砲の弾。こういうところも学んでいくわけよ。ここにもあるんだ、大砲の弾。お、いいね。俺たちのチームワーク良くない？任せて任せて。あ、待って。あれ？入れられなかった。あー、待ってー。これで入れていくわけよ。からの？当たるんじゃない？これ。え？当たった？わ、ハリホーだ。ハリホー来た。からバリスタ持ってる俺。いけいけ。当たってる当たってる。バリスタ弱そうだな、これ。グッチョビ、グッチョビ。大砲撃ったけど当たんなかったな。これバリスタの弾、強いこれ。頭に撃たんと効かんか。あ、頭効いてそうだね。頭効いてそうやん。え？これ俺が撃った技？じゃないよな。え、これ俺が撃った技？なんか、ピヨってるね。これはなんだ？これは何ですか？これは何？また知らない。あ、これ。これなんだ？あ、これバリスタだったな。大砲の弾持ってこようぜ。爆弾設置した？これ当たるかな？わあ、当たんないね。ちゃんと際どいところ当たんないね。これ移動するか。任せろ。あれ？あれ？限界これ。あー、ゴールか。活動限界これ。活動限界だ。こっからは何をすればいいの？え、こっからは何をすればいいの？怖いんだけど。あいつに近づくのが。ラオシャノを追ってエリア2に向かえ。なるほど。エリア2に向かってみるか。これどうなんだろう、削れてる？エマエマ先生がいい動きをできてるとは思えないが、お世辞にも。いい感じに削れているのか。怖えな。もう死ねないっていう緊張感が怖え。なんだこれ。なんだこれ。またいろいろあるぞ。これもバリスタか。バリスタの弾。もう今のうちに補充しておいて。バリスタの弾いる？こんなに。弾コメコメした方がいいか。大砲の弾コメコメした方が良さそうだな。これ大砲の弾だよね。これ大砲役楽しいわ、大砲役。これみんな大砲役やりたがるもんなんじゃない？これ、して、このゲーム。大砲が楽しいゲームか、これ。倒せるかな？ケース減ってんのかな？ちなみに。ラオシャンの踊ってるけど。踊ってるけど。余裕の勝利の前が。
え、でもなんかさ、ラオシャンロンのルート的に、どっから来るのこれ。あ、なんか激流層もあるやん。激流層もある。激流層スイッチ、一度だけ使用できる。めっちゃ重要やん。激流層でもあそこだよな。そこにあるやつなんだよな、激流層って。とりあえず移動、でもなんか移動してさ、迎え撃ちたいところだけどさ、これ向き的にさ、あれだよね。変な向きだよね。あ、で、バリスタから、バリスタで戦えってことかな、まずは。まずはバリスタ。バリスタあるかと思ったらなかった。あ、待って、下にあるのか。下にあるな、なんか、バリスタ。これ、バリスタ貯めて、バリスタの弾これ以上持ってない。行くぞ。これで、活躍するわけ。行け。聞いてる聞いてんのかな。わ、行け行け。行け行け行け。聞いてんのか、これ。なんか、保護者に見守られてんだけど。保護者会みたいになってるけど、今。保護者に見守られながらモンハンしてるけど、俺。授業参観か、これ。ラオシャンロンの実演訓練保護者会みたいになってる。なんて言うんだっけ、そう、授業参観になってるけど。これな、大砲の向き的にさ、あの、あれなんだよね。ラオシャンロンが通り過ぎないとさ、もうダメってことだよね。俺何すればいい俺、あー、痛い、あやばすぎる、やばすぎる、やばすぎる、あぶねえ、あぶねえ、怖すぎ、最悪だった今。大砲の弾落としてさ、大砲の弾落として、橋から落ちて、ラオシャロンに引き殺されそうになったけど今。危なすぎだろ今。バリスタの弾ある？あ、これか。あるじゃん、バリスタ。まだ俺の活躍できる場は残ってそうだな。こう、バリスタの弾、補充して、激流層を俺が撃ちたい、激流層。激流層あれだよね。多分、ラオシャンロンがこの、大砲の下あたりをさ、抜けたら、激流層タイムだよな、きっと。え、ちなみにこれ、苦戦してんのかな？ひょっとして。これもうさ、ここ最終地点でしょ？つまり。これ越しちゃダメってことだよね。結構やばいんじゃね？ちなみに。ちなみにちょっと、やばいんじゃない？なんかまずいんじゃない？ちなみに。激流層もう撃っていい。激流層まだ。激流層撃っていい。撃って良さそうだね。撃つわ。撃ちます。激流層撃たして俺に。撃って良さそうだね。行け！回せろ。行け！めっちゃいこみ！行け！めっちゃいこみ！激流層え、こんなもんしか伸びないの激流層。ゴミすぎでしょ今の激流層。ええ、激流層びっくりするぐらいゴミだったけど今。教えてくれよ。あ、ちょっとやばい、落ちたし、しかも。ラオシャン尻尾切り取ったろうかな。激流層何俺なんかさ、あー、ナイス神だなんか死んだはい、大活躍。クソ笑ったんだけど今。激流層あんなもんしか伸びないのクソウケたわ。何あれ、クソおもろかった今。いやー、ナイス。なんかやった感あるわ、仕事した感ある。だいぶ先般ムーブかわしてた気がするけど。わ、4枚取れるね。こいつこんなでかくて4枚しか取れないの。こんな倒すの大変なのに。え、クソ笑ったんだけど。え、何これ。え、尻尾切った、まさか。え、これ何、なんか2回剥ぎ取れるんだけど。え、これ何、何箇所か剥ぎ取れるのこいつ。さては、たくさん剥ぎ取れる系なんし、これめっちゃ剥ぎ取れるんだけど。え、めっちゃ剥ぎ取れたよ。
応援すぅナイスぅいやー、おもろかったわ、このゲーム。いや、激烈をさ、激烈はあんな単勝だと思わなかったわ。クソ笑ったわ、さすがに。え、今、天輪じゃなかった今。さりげなく取ったけど。天輪みたいなの落ちてなかった今。全然素材見てなかったけど。いやー、おもろかった。ありがとうね、二人とも。マジでカンスト勢が強すぎる。この男たちが。ハンターランク11。いやー、おもろかった。